パブリーズ CM 道江春優が登板。ジャニーズに振り回された P&G の情報漏洩騒動。皆さん、こんにちは。ジャーナリストのあなたの名前です。今日は日本のエンターテイメント界で大きな話題となっているパブリーズ CM について興味深い事実をお伝えします。ジャニーズ事務所のニュースは常に注目を浴びていますが、 今回の騒動はさらに熱いものとなっています。ミチエシュンユー、パブリーズ CM のシンガーを。まず、大きな変化の一端は、ジャニーズ事務所の人気グループ、何わ男子の一員であるミチエシュンユーさんによる、パブリーズの新 CM への起用です。このニュースを聞いたファンたちは大いに喜びました。しかし、この起用には興味深い背後の物語があります。 平野紫耀からの交代劇。以前、同じパブリンズ CM に出演していたのは、キングピンス以下、キンプリのメンバーである平野紫耀さんでした。しかし、平野さんはグループを脱退し、ジャニーズ事務所を退除しており、現在はトべというアーティストプロデュース会社で新たな道を歩んでいます。 驚くべきことに、平野さんがジャニーズ事務所を去った後も、彼の出演するパブリンズ CM は放送され続けました。しかし、道江俊雄さんが新たに起用されることが発表される直前に、メーカーの公式 YouTube チャンネルから平野版の CM 動画が削除され、道江さんに CM キャラクターが引き継がれました。情報漏えい騒動の背後には不穏な空気。 ここで注目すべきは、この CM 起用の背後に潜む情報漏えい騒動です。8月26日に配信されたニュースサイト、週刊女性プライムによれば、道江さんの CM 起用が正式に発表される数日前から、XQ ツイッター上で平野から道江に交代するという情報が広まっていたとのことです。発信元の X アカウント主は、 P&G の社外費のカタログに道江さんの写真が含まれていたと主張しており、この情報漏えいに対する不満を示しています。ジャニーズファンであると見られるこのアカウント主は、平野さんの退場に不満を抱き、道江さんの起用に反感を示し、さらにはパブリンズの不買運動を呼びかけるなど、激しい感情を表明しています。 ジャニーズと P&G の舞台裏の関係。しかし、これらの出来事を通じて、舞台裏で何が起こっているのでしょうか一部の情報によれば、P&G 関係者が社外費のカタログを外部にローラしたことが、この騒動の発端だと言われています。つまり、情報漏えいという大きなミスを犯したのは P&G 側であるというのが現状です。ジャニーズ事務所はこれまで、 P&G の他の製品にもタレントを起用しており、双方は良好な関係を築いてきたと考えられています。しかし、この情報漏洩騒動により、P&G はジャニーズ事務所に対する負債を抱えることになった可能性が高いです。 カブリーズの CM にジャニーズタレント以外の選択肢がなくなった場合、ジャニーズ事務所は結局絵をする立場に立つことになるかもしれません。結論。最終的に、飛び入りした平野志耀さんが新たな CM に登場すれば、ファンの心も少しは晴れることでしょう。ジャニーズと P&G の関係には興味深い天気が訪れ、これからの展開がますます注目されます。 私たちはこれからもエンターテイメント界の動向を注視し、最新情報をお伝えしていきます。それでは次回の記事でお会いしましょう。皆さん、ごきげんよう。